このチャンネルは宅建ジョブエージェントさんの提供でお送りいたします。不動産業界で転職する非公開求人のご紹介可能です。なりたいあなたを見つけよう、宅建ジョブエージェント。絶対に理解できていないとほぼ間違いなく1点を失う可能性があります。試験で出る可能性大でございます。会っていた方もですね、プロセスが間違っていないかを必ず確認してください。そんなに短い期間では許しません。カナダ上昇中の不動産大学宅建士の結核自由、理解できていますか？へーん。ということで、このチャンネルは市販の参考書だけで9つ資格を取った元上場企業のトップ営業マンである私が、宅建をはじめ資格取得に役立つ情報を発信するチャンネルでございます。宅建業法は完璧でしょうか？コメント欄にですね、宅建業法の質問が来るとですね、私も結構心配になります。今回ご紹介するご質問に関して言いますと、絶対に理解できていないとほぼ間違いなく1点を失う可能性があります。ですからですね、心して聞いていただければと思います。それでは今日もですね、早速問題からやっていきたいと思います。こちらです。不動産業界で転職するなら宅建ジョブエージェント。令和2年12月問43、宅建士が刑法第222条脅迫の罪により罰金の刑に処せられ登録が消除された場合、刑の執行が終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまでは新たな登録を受けることができない。さあどうでしょうか。答えは丸です。はい、今これ×だと思った方、ここでですね、ちゃんと確認しておかないと本番で1点失います。合っていた方もですね、プロセスが間違っていないかを必ず確認してください。それではコメントご紹介いたします。TH さん、ありがとうございます。いつも楽しくためになる動画ありがとうございます。とんでもございません。質問なのですが、今やった過去問ですね。これがですね、丸なのがよくわかりません。罰金刑の場合は執行を受けることがなくなったとしても5年を経過しないと登録は受けられないのでしょうか。手持ちの参考書には書いてないことだったので、ご教授いただきたいです。ということでございます。これ参考書に書いてないということなんですけども、これ超重要知識でございます。本当に書いてないのかちょっと心配ですけれども、ここはですね、ちゃんとここ確認してください。試験で出る可能性大でございます。超基本がちゃんと理解できていないと思います。解説します。罰金刑の場合は執行を受けることがなくなったとしても5年を経過しないと登録は受けられないのでしょうか、ということなんですけども、登録を消除された場合、再び登録を受けることができるのは刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年経過した時、これが宅建業法18条に定められています。だからですね、この通りに覚えておけばいいんですけれども、おそらくですね、 TH さんの疑問は執行を受けることがなくなったのに、なんで5年も待つの？執行を受けることがなくなったってどういう意味？おそらくですね、こういう疑問じゃないのかなと思います。ここですね、知識を厚くするためにちょっと掘り下げていきたいと思います。いきますよ。その1。刑の執行を終わった日から5年。はい、この意味わかりますでしょうか？例えばですね、懲役と禁錮の場合であれば、刑はですね、監獄で執行されるっていうことになりますので、刑の執行終わった日っていうのはですね、すなわちですね、監獄から出獄した日っていうような感じになります。この日から5年は登録できないと、そういうことでございます。ちなみにですね、罰金の場合はお金をですね、納付することがですね、執行に当たりますので、刑の執行終わった日っていうのはですね、要するに罰金を払った日っていうことになります。よってこの日から5年間は登録ができません。はい、ここまではいいと思います。ポイントは次でございます。その2。刑の執行を受けることがなくなった日から5年。はい。この意味わかりますでしょうか？ここがポイントなんです。これですね、国語的に考えると、なんかですね、無罪になった日みたいな雰囲気ですが、全然違います。これはですね、簡単に言うとですね、3つぐらいパターンがございます。いきますよ。時効が完成した日。これはですね、難しいこと言いますと、在宅保釈事件とかでですね、裁判を受けて、確定後逃亡したりしてですね、一定期間刑の執行を受けなかった時にですね、時効で刑の執行は免除となる制度のことでございます。それから、御社や特者で刑が免除された日、そして仮釈放後にですね、刑の残余期間を経過した日。これですね、仮釈放っていうのはですね、懲役または禁錮刑に処せられた者が刑の執行中に悔い改めたと認められた場合にですね、行政処分によって刑期の終了前にですね、一定の条件をつけて釈放することを言います。要するにですね、受刑者のうち一定の要件を満たした者についてですね、早期にですね、社会生活の機会を与えて更生や社会復帰をですね、円滑に進めるための制度だそうです。これ仮釈放の場合には仮釈放を取り消されることなく、そのままですね、残りの刑期を無事に経過すれば刑の執行が終了したものとなります。これはですね、刑の執行を受けることがなくなった日っていう表現になっているそうです。
です。非常にわかりにくいんですけども、要するに仮出所における残刑期満了の日から5年とそういう感じの意味だそうでございます。こういう状況を指しているので、まあ何が言いたいかと言いますと、普通に刑期が終わった人とですね、違う扱いをする必要がないので、5年間登録ができなくなっていると、そういうことでございます。ちなみについでなんでもう一個いきますよ。その3、執行猶予の場合。これはですね、執行猶予っていうのは、刑の言い渡しをした場合にですね、情状等を考慮しまして、刑の執行をですね、一定期間猶予することを言っております。執行猶予期間がですね、無事終了すれば、刑の言い渡しそのものがですね、執行します。つまりですね、執行猶予の場合は、執行猶予期間が経過すれば、犯罪そのものが消滅するということでございます。ですから、執行猶予期間が経過すれば、その翌日からでも登録は可能なんでございます。まあ、こんなところまでほじって解説する人はなかなかいないと思いますが、より具体的に分かった方がですね、記憶に定着しやすいと思いましたので、解説をさせていただきました。私以前の動画でも何回も言っているんですが、罰金刑を科せられたことが結核要件となる罪はですね、必ず覚えてください。こちらでございます。不動産大学でですね、これを全部カルメン前奏曲で一気に暗記いたします。こんな感じでございます。両方暴対傷害暴行狂気脅迫敗人。こんな感じで力技で簡単に暗記できます。両方暴対傷害暴行狂気脅迫敗人。これ私もですね、もう受験生でもないのに暗記してるんでございます。こんな感じで簡単に暗記できますんで、もうサクッと覚えちゃってください。ここは結核事由の問題で必ず責められます。要するに罰金刑の場合はですね、これらの罪かそうじゃないかによってですね、扱いが変わってくるので、そこを試験で徹底的に責めてくるということなんです。理解できているかちょっと心配なので、関連する過去問ちょっとやっていきたいと思います。平成23年問29、宅建士が刑法第204条の傷害罪により、罰金の刑に処せられ、登録が消除された場合は、当該登録が消除された日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることができない。さあ、どうでしょうか。答えは、×です。傷害罪により罰金刑に処せられ、登録を消除された場合というのは、再び登録を受けることができるのは、いつかわかりますでしょうか。大丈夫ですか。刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過した時ですよ。登録が消除された日から5年じゃないですよ。こういうところでも引っ掛けてくるんですよ。安心しちゃダメですよ。5っていう数字だけに惑わされちゃいけません。いつから5年なのか、ここもちゃんとチェックをしてください。登録が消除された日から5年じゃないですよ。そんなに短い期間では許しません。もう一問いきますよ。こちらです。おっと、いきなりボス出てきました。はい、こういうケースもあるんでございます。油断しちゃダメですよ。慎重に解いてください。平成15年問33、宅建士が無免許営業等の禁止に関する宅建業法に違反して宅建業を営み、懲役1年執行猶予3年および罰金10万円の刑に処せられ、登録を消除された時、執行猶予期間が満了すればその翌日から登録を受けることができる。さあ、どうでしょうか。これはですね、問題文をよく読んでください。こういうふうにですね、複数の刑が出てきた時っていうのは必ず整理して考えてください。さあ、いきますよ。答え言っちゃいますよ。大丈夫ですか。ちょっと分かんない方止めて考えてもらってもいいですよ。いきますよ。答えは×です。さあ、なぜ×なのか、ここをですね、確認していきますよ。ここも合ってなければ意味がありません。いきますよ。宅建業法違反は罰金以上の刑で、宅建士登録のですね、結核要件に該当してきます。さっきやりました。選択肢の場合、懲役刑については執行猶予がついておりますが、罰金刑については執行猶予がついておりません。これ選択肢をよく読めばわかります。ということは、懲役刑に関する執行猶予期間が満了したとしても、罰金刑の執行を終わってから5年を経過するまでは登録を受けられないということですよ。このように一つずつ必ず整理して落ち着いて考えましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。さあ、今日もおまけの一問やっていきますよ。平成5年問38、宅建士が刑法第211条業務上過失傷害の罪を犯し10万円の罰金の刑に処せられた場合、宅建士はその登録を消除されることはない。さあ、どうでしょうか。いきますよ。答えは丸です。業務上過失傷害の罪や原因でですね、結核要件に当たるのは禁錮以上の刑に処せられた場合に限られます。罰金の場合にはですね、結核要件に該当しません。さっきのですね、業法暴対傷害暴行狂気脅迫背任、入ってきませんよ。業務上過失傷害なんて私は言っておりません。ですからですね、この場合は禁錮以上の刑でなければですね、登録の結核要件に該当してこないと、そういうことでございます。罰金のところは徹底的に責められますので、罰金のところはあやふやになっているとですね、完全に失います。ご注意ください。ということで、また明日。